じゃあ、マントウサギでーす。今日はもうものすごい三種類キャベツ食べたい気分なんで、もう三種類キャベツ買ってきました。まあ、ポテトがなんか最近エキサイズしか販売されてなくて、なんかお芋不足とかでエキサイズ2つ買いました。あとはナゲット。私は絶対マスタード派です。最近発売された新しいベルギーチョコレートと唐揚げ。この唐揚げはマックじゃなくて、あのサボテン屋さんで、とんかつ屋さんで買いました。今日はね、私がどうして東京に上京してきたのかっていうことについてお話ししたいと思います。私は地元は島根県です。島根県の松江市。20歳の時に東京に来たんですけど、なんでかという、なんで東京かっていうと、小学校の時とかでテレビとか見てて、あの女優さんとかモデルさんすごいキラキラしてて、それですごい芸能界の憧れを持って、あとは中学校の時ファッション雑誌買ってたので、ファッション雑誌の服買うところの特集が結構、東京の109の特集が結構上げられてたんですよ。それを見て、めっちゃ可愛いし、いいな東京みたいな。私の地元は、まあイオンモール、イオンモールが一番大きかったので、結構イオンモールで行って洋服買ったりしてたんですけど、でも当時はそんなに若い人向けのブランドが結構少なくて、でいいな東京みたいな感じ、そこから憧れがありました。まあ、止められない止まらない、カッパみたいな。まあ、そんなこんなだな。まあ、私が島根から東京行くときに、周りは賛成だったかどうかって言われたら、賛成ではなかったね。その私は高専に行ってた、高校1年生から高専だから5年生まである5年間の学校に行ってた。それを卒業したら東京行こうっていう、高専に入る前から決めてたんですよ、東京行くっていうのは。でも就職活動するときに、まあ、お父さんが島根で仕事を探しないよって言ってて、でもどうしても島根でどうしても地元で仕事したくなくて、なんでかっていうと、私は結構新しい出会いが好きなんだ。なんかなんでかって言うと、新しい出会いは刺激にもなるし、なんか勉強できるから、いろいろね、自分がなんか成長できるのね。だから結構新しい出会いが好きで、だから地元に就職したら自分は多分何も変わらないんだろうなって心のどこかで思ってて、自分を変えたいと思って、どうしても東京行くって決めてたのね。どうしてそこまで自分を変えたいかって言われたら、なんだろうな、とにかく自分が変わりたかったんだろうね。なんでだろう、なんで変わりたかったんだろう。まあシンプルに言うと、お金持ちになりたかった。理由はお金があれば幸せにできるから、たくさんの人を、そう思ったのね。そう思ってても、シンプルになんかお金を稼ぎたいと思って、東京で何か仕事しながら社長になれる方法とか勉強して、そうだ、私社長になりたかったんだよね。今思えば懐かしいな。社長は夢だった。だってさ、社長はお金持ちっていうイメージがあったから、そういうイメージだった。でも私現在、まあ、2021年3月31日に自分の法人を立てたんだけど、まあ、こう見えて CEO なんですけども、お金持ちかお金持ちじゃないかって言われたら、お金持ちではないです。そう、あれって思って、あれ、社長イコールお金持ちじゃないなってことに気づいてああなるほどねみたいな感じで、でもまあ社長っていう夢は叶ったから OK で、まあとりあえずな、今は YouTube だ、 YouTube 頑張ってるから、 YouTube で
食べていけるようにはなったんだけど、それまではとにかくなんかいろいろ仕事してた。例えば私が世界一周行ったじゃん。あの世界一周の費用が144万円くらい全部だ。なんか世界一周ピンチポートっていう世界一周の船に乗ったんだけど、あれって事前にボランティアとかしたらなんか半額で乗ってる人もいたり、ポスターめちゃくちゃ大変なの貼るのがね、なんかよく通るとかにポスター貼ってあるじゃないですか、世界一周しませんかっていうポスター。あれをもう1000枚とか3000枚ぐらい貼る作業めちゃくちゃ大変なんですけど、ああいうボランティアがあって、あれをやった人は半額割引とか100% 無料で乗れるとか、そういういろんな特典があって、で私はそのボランティアは知らなかったから、それ乗るってしかも4月出発の船だろ。みんながもう1年前とか2年前から予約したんだよ。まあ遅くても半年前から。でも私はこの4月に乗る船の締め切りの2月21日にギリギリで申し込んだんだ。最後の締め切りの日に144万を振り込んで、であとそうだ、で行くって決断したのが1月28日だったかな。1月25か28日に説明会で行くって決心したの。だからまあそれまで、まあ、とにかく世界一周行くまでに、まあ、頑張って144万集めるんだけど、そのお金をどうやって集めたかっていうと、まあ7個掛け持ちしました、お仕事を。まあ、具体的なんだったけど、ファミリーマートの仕事だったり、タバコのグローの加熱式タバコの販売をしたり、あとは税務署とか、国会議事堂とか行ってパソコンのアップデートをしたり、スタッフとして、あとはうちわ配りとティッシュ配り、まあ OL の仕事、あとは自分個人事業主としたあのシャドーオペレーターの仕事をしてた、まあ、そんな感じで、あと17ライブ、まあそんな感じで頑張ってお金貯めて世界に行った。あー結構食べたかな、あっという間に食べちゃいました。で唐揚げとナゲットかとベルギーチョコパンが1個残ってる。いただきます。うまっ。まあ東京来てよかったかって言われたらめちゃくちゃよかった。よかった。なんかもう本当になんかいろんな人に出会えた。うん。なんか新しい友達ができるのがめちゃくちゃ嬉しい。結構私はなんか人見知りじゃないし。人のかっこいい性格だから、うん、なんか新しい人に出会うたびに好奇心が湧く、人に興味が持つ、めちゃくちゃ人に興味を持つ、あとな人間観察も結構してる。なんかもうこの人は何が得意なのかなとか、なんだろう、この人は何の食べ物が好きなのかなとか結構興味持つ。あとはもう積極的に自分から声かける。仕事もいろいろやってったけど、もう全部やってきてよかったことだな。いろいろ勉強になった。本当に一つ一つ経験得られたからすごいよかった。でもな、同じことを何年もずっと続けてる人はすごいなってマジで思う。なんか同じこと続けるのってさ、相当好きじゃないと続けられないと思うのはね。で私は今やっと YouTube めっちゃもうこれだなって、なんかもう自分で転職だと思ってる。自分がなんかできることを発信していく、みんなに伝えていく、これができるのが YouTube や
だったり TikTok だったりインスタだったり SNS の時代になってくれたおかげで自分はなんか生きがいを見つけたしやりがいを見つけたからすごい感謝してます。でもよくよく考えてみたら SNS で何かを発信するっていうことが東京じゃなくても島根でも、まあ、地元でもどこ行っていたってできることだからもう私は私自身もう今どこにいてもいいわけないです。別に東京じゃなくても島根帰って SNS を続けることもできる。だからそれができるようになっただけでもめちゃくちゃ嬉しいなと思ってる。まあいろいろあったけど OL 活動よ、なんかやってたけど自分の人生は自分で決めて自分のやりたいようにやるのが一番だなって思った。食べたってことでご飯も食べたって最後デザートベルギーチョコレートあげます。あー見てうまい。めっちゃ濃厚でうまい。まあ、さっきも言ったように私はちっちゃい時から女優やモデルが夢なのでお仕事ください、待ってます。まあ芸能界入りたくて結構オーディションも受けたんですよ。6個ぐらいかな。まあ20歳の時に上京してすぐでも全部落ちました。理由は、なんか、声が変とか、あと、補聴器とか、なんか、見えるのがダメみたいな、なんか、耳聞こえない欠点があるから、なんか、事務所としては、受け入れられないって言われた。だよね。だからさ、私は、無事に聞こえなくても余裕できるよっていうことを見せたいの。あのモデルの方は足になんか手術の穴が20個あるからめちゃくちゃ目立つし、その右と左の太ももの太さもめちゃくちゃすごい違うと分かるから、まあ、体型から見てバランスが悪いってことでモデルにはなれなかったですね。それでもモデルできるよってことを証明させたいの。だからお仕事待ってます。はい。もうとにかく私は、もうみんなも知ってると思うけど、すっごい好奇心旺盛だから、なんか、世の中がこれは来るだろうって思うことを、私は挑戦する姿を見せたいから、なんかみんなが思ってる壁乗り越えられないことを壁として捉えて壁をぶっ壊しながら私の役目かなって思ってて、だからこうやってねこれからもねいろいろ発信していきたいと思います。なので皆さん応援よろしくお願いします。ってことで、まあこの動画見てくださってありがとう。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録、コメント、お待ちしてます。またねー。